大英水田店時代4水田店は、大阪府水田市朝日町2丁目にある大型商業、施設である。JR 京都線水田駅前の、吹田サンクス1番館と2番館に入っている。大英時代の店番号は0330。ネットスーパー取扱店舗。1970年の大阪万博の開催を前に、して、1969年には、 国鉄水田駅,駅前地区の活性化を目指し、水田市によって水田駅前開発構想が発表された。水田市は駅前ビルを建設することとし、当初は阪神百貨店がキーテナントとして計画されていたが、最終的にはスーパーのダイエーをキーテナントに誘致した。1977年には再開発ビル、吹田サンクスの建設に着工し、 1979年10月に大英水田店を含む吹田サンクスが開業した。なお、この間の1974年には朝通商店街に日本一とも称されるアーケードが完成しており、吹田サンクス開業直前の1979年9月には朝通商店街にショッピングモールが完成している。2016年3月1日には大英から、 イオンリテールに営業権が承継された。同年3月22日まで大営として営業を続け、その後の改装休業を経て、同年3月25日にイオンイタ店に解消された。2019年10月には、福田タサンクスが開業40周年を迎え、40周年、記念イベントサンクス40年。これからも、サンクス感謝の3日間を開催する予定だったが、 令和元年東日本台風の接近によって中止となった。イオン水田店は吹田サンクス1.2番館を使用して売り場面積を広げた構造になっている。2番館の上階は住宅となっている。出店全店舗一覧は公式サイトを参照。ありがとうございます。